みんなの党の三谷秀弘です。本日、わずか3時間余りの審議のみで、委員会の採決まで行われるということで、500億円もの国民の税金はいかに使われるかを決める法案、しかもこの日本文化を海外に展開する上で重要な役割を果たす、この法案の審議時間としてはあまりにも短いというふうに言わざるを得ません。国会審議のスケジュールの立て方を含め改めて問題があるというふうに、まず持って、意見を述べさせていただきます。それでは、このクールジャパンについて、このまずは名称について伺いたいと思います。このクールジャパン戦略というものはクリエイティブ産業化に位置づけられておりまして、またこの経産省の英語版ホームページにも堂々とクールジャパンというふうに書いてあります。一般的に自分のことをクールということは、それ自体恥ずかしいというか、何自分でクールと言ってるのというようなかっこ悪いというような声もあるところではございます。もちろん日本のことがもうすでに好きな人に対してはそれで通用するかもしれません。しかしながら今必要なことはこの日本文化の裾野を広げていくということですから、そもそも最初からクールジャパンという名称でいいのかどうかというのも一つ議論があるところではないかというふうに考えております。またこのクールジャパン政策に関する資料をいくつか見ておりますが、それの中でアプリ折にこの日本の製品やサービスが海外において高い評価を得られているというふうに記載されているわけです。経産省の官僚の方々とお話をすると、どうしてこういうふうな高い評価を得られているというふうに書いてあるんですかと言ったら、別にそこについての調査は特にないというところでございます。もちろん私もアニメや漫画というものを北米で販売するということを手伝ってまいりました。もちろんその中でアニメや漫画の中でも人気なものもあればそうでないものある。ファッションだってそうです。食品だってそうです。正直ものによるというところです。一般的に日本の文化が海外で人気だけれども、それがマネタイズできていないということでこのファンドを作るということであれば大きな失敗を犯してしまうように思うんですけれども、この点についての大臣の見解を伺いたいと思います。茂木経済産業大臣。まず言葉ですけれど、G is cool とかですね、よく使います。欧米の方ですね、クールという言葉かっこいいということで、よく使うんだと思います。それから自分のことということでありますけど、例えばかつてはパクスロマーナとかパクスブリタニカとか、その国についてですね、その国を中心にした物事の言い方もあります。また川端康成先生、ノーベル賞を取られたときにですね、文学的に素養の優れた方が、美しい国の私と、こういった言葉も使っておりまして、自分に対する形容詞をですね、使ったから、それだけでいかがなものかということには私はならないんじゃないかなと、そんなふうに思うところでありますけど、例えば日本の商品とかですね、サービスに関する評価でありますけど、昨年の7月にですね、フランスで行われましたジャパンエクスポ、ここではですね、日本のファッション、ライブ、アニメなどのコンテンツ、それから日本食などを出展しまして、22万人の方に参加をしていただきました。また今年の3月にですね、インドで行われましたクールジャパンフェスティバル2013ではですね、日本のコスプレなどのファッション、それから和太鼓などのパフォーマンス、アニメコンテンツの放映などを出展したところ、約10万人が参加ということでありますし、日本の商品であったりとかサービス、海外においてもですね、非常に高い評価を得るですね、ポテンシャルがあると、こんなふうに考えております。今カンヌ映画祭、これもやられておりますけど、日本からの出品2作品のですね、主演男優であったりとか、海外から相当なインタビューを申し込まれているということでありまして、日本全体今新しくですね、アベノミクスで変わり出しているということはあると思いますけれど、そういった文化的な面でもですね、私は注目を集めていると思っております。結構やっぱりですね、なかなか日本語にしていい言葉にならないというかですね、定着しているものもあるわけですよね。いろんなところで使うときにですね、多分皆さんパソコンって言うと思います。パソコン以外のですね、あれとかですね、使いにくいと、ゴルフっていうのをですね、あれは何級っていうんだって忘れましたけどですね、普通使うものは使うんじゃないかなと、みんなが慣れ親しんでるですね、言葉遣い、これを素直に使ってやるべきことは、それを具体的にどう展開するかということではないかなと私は思います。三谷秀弘君。
そのやるべきことという点について続いて伺いたいと思います。本法案が通過すれば500億円ものその資金が日本文化の海外展開というものに使われていくという形になりますけれども、そこでその対象となるクールジャパンというものが示す範囲について伺いたいと思います。どうしてもこのクールジャパンと言いますとアニメや漫画というものを念頭に置かれるということになるかと思いますけれども、いろんな資料を読みますと、対象事業活動にはファッション、食、コンテンツ、地域産品、住まい、観光、まあ、この6つが挙げられているものもありまして、まあ、アニメや漫画はそのうちのわずか6分の1の、位置づけというふうにも見えるわけですけれども、まあ、こういうふうに、まあ、広くあまねく含むということでよろしいでしょうか。まあ、特にですね、経済産業省にはこのクリエイティブ産業化というものがありまして、このクリエイティブ産業の中にはデザインが含まれております。まあ、正直このデザインと全くもって無関係の製品というものはありませんから、このデザインというものをよすがにすれば、まあ、家電や自動車など広くこの対象事業活動に含まれるということになりますけれども、そのような理解でよろしいのでしょうか。伺いたいと思います。平経済産業大臣政務官。今委員ご指摘のとおりですね、アニメや漫画などのコンテンツだけではなくて、日本食、ファッション、アミューズメントなど海外展開のポテンシャルを持って持ちつつ、さらに十分に発揮をされていない優れた商品サービスが数多くありますので、そういったものが対象になります。三谷秀弘君。このクールジャパンというものの推進していくこの法案ですけれども、まあ、そういう意味でその、まあ、コンテンツだけではなく広く、まあ、含めていくということですから、まあ、世の中に埋もれた商品やサービス、まあ、こういったものを発掘するという側面ばっかりが強くなっていってしまうとですね、まあ、言葉悪いですけれども単なる中小企業対策の延長ということになりかねないので、ぜひともそこはご利用いただきたいというふうにお願いを申し上げていただきます。さらにですね、経済産業省が作成いたしましたクールジャパン、まあ、戦略という資料の中で、今マネさんのお手元に配られているかと思いますけれども、この世界の文化産業の市場規模及び見通しという資料がございます。これを見るとですね、メディアコンテンツ及びファッション、それからフード&ビバレッジ、まあ、これ大きく3つ分けられておりまして、まあ、食品と飲料の占める割合がまあやっぱり多いんですね。メディアコンテンツ及びファッションが占める割合は小さくて、2009年には130兆円程度、2020年でも250兆円程度というような産業です。まあ、そこにですね、現在 2.3 兆円のところ、まあ、2020年には8兆円から11兆円というようなものを目指している。まあ、現在は世界のシェア 2% というところを7年間の間に産業規模が2倍になるところをシェアも2倍にしていくというようなことを目指しているわけですから、まあ、これかなり野心的な目標だというふうに考えておりますけれども、この本件のクールジャパン推進機構法案、この法案はこの戦略目標を達成するための重要な一つの、位置づけというふうに理解してよろしいでしょうか。平経済産業大臣政務官。すみません、先ほどのですね、クールジャパンのその対象とする範囲の質問の中でですね、広く取ってそれが中小企業対策にならないようにってご指摘がありました。で、それがためにですね、政治家や行政がですね、これクールだろって押し付けてですね、投資案件にしないというのが重要でありまして、そのためにですね、投資判断する機能とクールビジネスとして妥当かどうかという機能を両方持たして、そのせめぎ合いをボードが判断するというやり方をしていますので、そのようにご理解をいただければと思います。で、今の質問でございますが、委員いただいたこう資料を見ますとですね、いわゆるコンテンツ分野がいずれにしてもマーケット自体はですね、10年間で倍増するわけでありますから、まあ、おそらくですね、何も政策的な手立てをしなくても、まあ、倍増はそのマーケットシェアでいけばですね、横にいけばいくと。で、それでは足りないということでクールジャパン戦略というものを立てているわけであります。で、そんな中でですね、このクールジャパンのいわゆる機構案はその中の一つのツールであります。他にもですね、補正予算、平成24年度の補正予算ではアニメなどのコンテンツの翻訳等の支援の予算を総務省と合わせて170億円計上をしているわけであります。さまざまなですね、あとは観光庁のビジットジャパンという政策もございます。そういったすべての政策を総動員をして目指していくということでございます。三谷秀弘君。
この、クールジャパン推進機構法案、この法案の存続期間が、20年というふうにされておりますので、20年経たないとこの政策が、成功したかどうかよくわからないというふうな言われ方もするわけですけれども、実はここ標則が合うところがございまして、この法案ができてから7年後に見直すというようなことがあります。そしてこの7年後というのはちょうど2020年ということでございますから、この戦略目標8兆円から11兆円、これ職を合わせると、職ですと6兆円というものを目指しているというふうに伺っております。ですので職を含めて14兆から17兆円というものが2020年の段階で達成できているのかどうか、それにおいてこのコンテンツジャパン推進機構法案というもの、新しく作る機構というものがどれくらい寄与しているのかということで、まずは一つの成否というものを見ることができるのではないかというふうに考えておりますので、ぜひともまずはそこの目標を達成していただきますよう、これは心からお願い申し上げたいというふうに思っております。それでは続きまして、このクリエイターの保護という話にも移らせていただきたいと思います。先ほど述べました通り、この法案が通過いたしますと500億円もの資金が用いられる、このコンテンツ産業が投資されるということになりますけれども、ただこの日本コンテンツの強さを一つの突破力にしていくということでありながら、残念ながらそこを支える人材への配慮というものが、あまりにも欠けているように思われるわけでございます。そこで、お伺いをいたします。今のクールジャパンの、根幹を支える、一翼を担っていらっしゃいますアニメーター、このアニメーターの現在の、待遇、特に20代30代の待遇についてどのようになっているかご存知でしょうか。長塚商務情報政策局長。アニメーターなどクリエイターの待遇の状況についてのご質問でございますけれども、我が国には優れたアニメーターが存在をいたしておりまして、若手を中心として平均給与を見てみますと残念ながら低水準となっているのが実態でございます。具体的には民間団体の調査でございますけれども、20代のアニメーターの平均年収は約110万円、また30代の平均年収は213万円というのが実態でございます。委員長、三谷秀弘君。今お答えいただいた、これが今の日本のクールジャパンを現場で支えていらっしゃる方々のまさに待遇でございます。今回500億円を使うということによってですね、そのクリエイターの方々の待遇というものが良くなるという関係は計算に入っていらっしゃいますでしょうか。平経済産業大臣政務官。はい、クールジャパン推進機構の出資金の500億円がどのようにアニメーターの皆さんの待遇改善につながるかということでございますが、このアニメーターの皆さんが日本のクールジャパン、特にアニメを支える極めて重要な皆さんであるという認識はありますが、しかしながらこの出資金が直接ですね、アニメーターの皆さんの所得にですね、補填をする形でいくことは当然ありません。我々はしっかりとクールジャパンの推進をすることによって、そういったアニメ、映画などの売り上げを増やし、その結果としてですね、会社に利益が生まれると、それをしっかりとアニメーターの皆さんにも分担をしていただきたい。利益が出ているにもかかわらずですね、あまりにも所得が低いということになればですね、また下請け会社の手取りが少ないとなれば、これはまた別の独禁法、公取の世界、公正な取引なのか否かといった方の政策で手当てをすることになろうかと思います。三谷秀弘君。今お話しいただいた、その会社に利益が出れば、そこでの従業員の利益として還元していただくということは一つの考え方だとは思いますけれども、実際の今このアニメーターの方々は1枚いくらという形で売り切りで、仕事をして いるわけでございます。実際作ったアニメが海外でどんどん売れましたということによってはですね、残念ながらその利益というものの分配に預かることはできないわけでありますから、もちろん、今回のアニメがものすごい売れたということなれば、次回の作品の総予算は増えていく。だからこそ次回の作品でのその1枚あたりの単価が上がるということは関係はあるかもしれませんけれども、若干上円だというところもありますので、もちろんこの500億円というのはファンドとして予算として取られていくわけですから、直接使われるわけではない、理解はしておりますけれども、ぜひとも現場の方々というものにも目を向けていただきたい。そこを日本のコンテンツを支えていらっしゃる方々と、それをしっかりと支えていただくということも一つお願いさせていただきたいというふうに思っております。それでは続きまして、この法案の具体的な内容についてお伺いをいたします。
この法案の23条では支援基準を定めるというふうにございます。このさまざまな経済産業省が作られております同法案の概要というものを見ますと、この支援基準の中には収益性、波及効果等の点からというふうに支援対象を決定するというふうにあるんですけれども、ここに言う波及効果というものは具体的に何を意味するでしょうか。長塚商務情報政策局長。収益性のと並びまして波及効果といったことについて資料の中に盛り込ませていただいておりますけれども、これは当然投資判断をする際に収益性の確保というのは必要となります。ただこの政策目的を達成をするということ、すなわち外需の獲得を通じて日本経済に裨益をするという観点に立ちますと、個別の企業の海外転換にとどまらず他企業だとか他産業への波及効果が見込まれるということも基準として盛り込むのが適当だと考えてございます。で、具体的には例えば放送枠を買い取りまして、それをいわばジャパンチャンネルという形で使うなどして、海外において日本のコンテンツを配信するとともに関連商品を販売する事業、こういったものについては単に放送通信事業者だけではなくて、放送配信されるコンテンツの関連商品を製造販売する事業者の海外展開にもつながる効果がございますので、こうしたものを波及効果として見込まれるもの、そういったものを支援の対象として選んでいきたいというふうに考えているところでございます。委員長、三谷秀弘君。もうここの時点でですね、一般の民間のファンドとはすでに性格が異なってきてしまっているのでありまして、一般の民間のファンドはその投資をすることによって収益が上がるかどうかということでございます。もちろんその官が出資するファンドですから、もちろん公益性を害するですとか公序良俗に反する、そういったビジネスにお金を突っ込めないというのはもちろんその通りだと思いますけれども、ファンド、国民の税金を使ってそれで収益を上げていく、できるだけ税負担というものを、その負担を国民に負わせないというような観点からいくと、収益性というところで、収益性はあくまでも重視していくべきなのではないかというふうに考えております。そしてこの点ですね、この23条に書いてあります、この支援基準というようなこの記載ですけれども、ここもですね、あくまでもこの文言の問題ですけれども、これ支援基準ではなくて投資基準というふうにするべきではないかというふうに思います。そもそもこの法案の目的がですね、支援を目的にするのか、それ投資を目的にするのかということがもう、ここの時点で腰が据わらないというような形になってしまっているわけです。この23条、これは投資基準とするべきではないでしょうか。平経済産業大臣政務官。民間ファンドとですね、今この議案になっているファンドが違うのは当然でありまして、民間ファンドに任せていてブレイクスルーができないというような案件に投資をしていくと。で、一方で韓国などはですね、メディア産業を国官民挙げて売り込みをしてそれなりの成果を上げているわけであり、そして日本のクールジャパンのコンテンツにはそれなりの価値があるという前提にそれを売り込んでいこう、そのためのファンドでありますので多少性格が違ってくるということになります。そして今のご質問でございますが、そもそも投資基準でいいんじゃないかという話でございますが、そもそもこの法律を見ていただくとですね、そういったクールジャパンの展開をする事業活動に対して資金供給その他の支援等を行うことに行うということがその目的となっておりますので、その目的に沿って言葉上は支援基準ということをさせていただいております。三谷秀弘君。あくまでもその文言上支援ということであれば構わないんですけれども、その性格というものはできればそのできるだけこのファンドのそのできるだけ官を廃して民によって運営していくという観点からいくと、やっぱり投資というものを重視するべきではないかというふうに考えております。それでは続きまして、これまた別途伺います。これ日本の農産物の海外展開について伺いたいと思います。日本の農産物の海外展開というものについてはですね、実はこれ農水省が取り扱っております農林漁業成長産業化ファンドと、いわゆる A5 ですね、この対象事業というふうに当たるかと考えております。こちらでは投資の実施にあたりまして農水大臣の認可が必要とされておりますけれども、これでは投資判断にあたって民間の投資にはない交流要素が混ざってしまうという恐れがあるように思うんですけれども、この点いかがでしょうか。農林水産省、有原食糧産業局長。
農林水産省でございます。ただいまの A5 に関するご指摘でございますが、この A5 は、いわゆる6次産業化の取り組みに農林漁業者が主体になって地域の資源を生かして、農産物を輸出するとか、そういうような事業に対して出資の手法で、投資をするものでございます。当然、日本の食文化につきましては、クールなものとして、海外への展開を図っていくわけでございますが、このA5 の投資対象としては海外展開そのものを支援するのではなく、日本の国内の企業を支援して、その結果海外に輸出が行われる、農産物の輸出が行われる、そのためには日本の食文化が海外で展開する、このクールジャパンファンドのと相まってですね、効果が上がるものと考えております。今ご質問の大臣認可でございますが、機構の実際の出資判断は、民間出身の職員により、A5 の内部で、投資判断を行った上で、最後に大臣が、農林漁業者の主導性の確保と、支援基準に適合しているか否かについて審査を最終的に行うことになっております。したがいまして投資判断自体に国が関与するものではございません。なお、この大臣認可は普通のファンド法の法制では取られておりませんが、この昨年、この法案を国会で審議していただく過程で、全会一致の修正により追加されたという経過がございます。委員長、三谷秀弘君。ありがとうございます。翻りまして、こちらの、コンテンツファンド、クールジャパン推進機構ファンドの方ですが、食についても、関してはですね、本法案においても、本機構においても対象になるということになろうかと、思います。こちらの推進機構においては、こちらは大臣の認可という要件は課せられておりませんので、その意味では、より、民間に即したというような判断がなされるのではないかというふうに考えているわけでございますけれども、私が懸念しておりますのは、この食というものを日本から海外に持っていくというときには、この農水省のファンドからも受けて、そしてこのクールジャパンのファンドでも受けて、両方のファンドからお金をもらっていくと、ふんだんにお金が得られるということになると、モラルハザードというものが起きかねないというところがあるわけでございます。この点について経済産業省としてはどのようにお考えでしょうか。茂木経済産業大臣。若干委員とですね、意見違うところあるかもしれないんですけれど、民間でできて進んでるものはやっていただければいいんだと思ってます。すでにヤクルトはですね、ヤクルトレディのシステムまで使って考え展開をしています。今また東南アジアで味の素が相当な人気になってきております。そういったですね、民間の食であったりとか、そういうものですでに出ていっているものは大いに民間の活力でやっていただきたい。ただまだまだポテンシャルがあるんですけど、さまざまなネックがあって海外に出ていけないもの、こういうものに対して国として後押しをしていきたい、こういう思いを我々は持っておりまして、当然ですね、必要最小限の資金の提供をすると言った中で、例えば事業が拡大する中でさらにですね、追加投資をする、こういったものも出てくると思います。なんかどっかのビジネスがですね、やれ農水省からも取り、経産省からも取り、二重取りで日華サントリーだと、こんな世界にはですね、しないようにはしていきます。三谷秀弘君。さすが、日華サントリー、さすがですね。はい、ただ、その、必要最小限というような言質をいただきましたので、その点心強いお答えいただいたのではないかというふうに考えております。続きましてはですね、この、今回の支援対象となります一つとして、物理的空間の整備および確保というものがございます。ただですね、これ私もサンフランシスコに住んでおりましたけれども、そのサンフランですとかロサンゼルスにおきましての日本人街というものというのは、ものすごくもう閑散としてしまっていてですね、非常に寂しい状況があるわけです。海外にいわゆる箱物という形で、購入する、もしくは賃貸するでも構いませんけれども、そうしたところでそのことによって直ちに、いろんなものが売れ出していくというふうに考えることはできません。この点について、どのようにお考えでしょうか。
ですよ。平経済産業大臣政務官。はい、委員のご指摘最もだと思います。で、箱物はですね、投資金額が大きい割にですね、ただ作ってそこに日本のテナントを入れたからといって売れるものではありません。ですから、まあ、箱物よりはですね、サイバー空間を活用するとかいろんなやり方があると思います。で、まあ、箱物でやる際にはですね、繰り返しになりますが、どれだけの波及効果が認められるのかといったところをしっかり精査をして、投資をすべきものと考えます。委員長、三谷秀弘君。まさにその箱物を例に、ちょっと、述べさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、こういった箱物はですね、実際こういった建物を買うとするとテナントを一生懸命集めてくるわけです。まあ、こういった箱物を買ってどうやってその資金を回収するかというと、基本的にはレント、まあ、賃料をまあどうやって払ってもらって、それによってまあしっかり何年の間にリクープをしていくということをまあ考えていくのではないかというふうに考えているんですけれども、ただ一つ懸念材料がここにございます。まあ、この今さまざまな海外で の, そのインセンティブ、海外展開へのインセンティブというものをまあこれから検討していくというように経済産業省の中に、さまざまな施策の中に記載されているわけですけれども、まあ、一つ問題が、まあ、その海外事業として展開をする際に、まあ、その借りたその賃料をですね、補助金でまあ添付していくというような形をですね、このクールジャパン推進機構ファンドというもので作った箱物において、それを実施すると何が起きるかというと、まあ、確かにテナントは入りますと、でその賃料は入ります。なのでその箱物としては結果は黒字になるかもしれないんですけれども、そこの賃料の源泉は全部税金だというような形があるわけです。まあ、そういう形もあるわけですから、ぜひとも、ここで、まあ、ご注意していただきたいと言いますか、まあ、ファンドが関連する事業、箱物事業を含めてですね、そういったところに関しては、まあ、補助金を入れられないような仕組みというものをあらかじめ検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。平経済産業大臣政務官。タコが自分の足を食べるようなですね、お金の循環は決していいことではないと思いますので、しっかりとですね、その辺は合理性があるような形で整理をしてやるべきだと思います。そうしないとですね、この投資ファンド自体の成績もですね、粉飾みたいになってしまいますので、たとえインセンティブの政策を使うにしてもですね、明らかにそれが分けて考えられるように、すべきであろうと思います。また箱物についてもですね、何もニーズのないところにいきなり箱物を作ってニーズを発掘するというのはありえませんので、まずはその期待感を高めて、ニーズがあるからそこに箱物を最後の拠点として一気に爆発させるためにその箱物を用意すると、多分そういう順番になろうかと思います。三谷秀弘君。まあ、ぜひともですね、まあ、どうしても、まあ、サイバー空間ですとか、その物理的な空間というところで、まあ、できるだけ、まあ、長い時間、その現地の人、まあ、方々に、日本のコンテンツを目にしていただくという、これを、心でも実行していく、まあ、これしかないというのは、私も理解をしているところです。まあ、ぜひともですね、それがしっかりとワークするような形で、支援対象というのを決めるなら決めていくという形にしていかないと、500億円というのがあっという間に溶けてなくなってしまうということになりかねませんので、ぜひともご留意いただきたいと心からお願いを申し上げます。それからですね、次にこの現在の法案の立て付けでありますと、結局投資した金銭、この500億円なら500億円の内容が既存されたとしても、なかなか誰も責任を取らないというような仕組みとなってしまっております。先ほど、平政務官さんは、この株主総会で、株主から、取締役は責任を問われうるというようなことを述べていらっしゃいましたけれども、事実上株主総会、この一般的な会社法の下では経営判断の法則というものがあります。よっぽどのことがない限りは取締役は自分の行った経営判断というものについては株主から責任追及をされないというようなところもあります。そういう意味でですね、500億円が溶けてしまった場合というときに、誰がどのように責任を取っていくというような仕組みになっているのかお答えいただきたいと思います。茂木経済産業大臣。このですね、株式会社、機構の運営でありますけれど、当然その所有と経営の分離のもと、経営陣が行うということになります。それで委員の方がどうして責任を問われることにならないかということなんですけれど、当然多額の
損失が出たら経営責任は問われます。そしてこれは株主総会あるわけですから、そこでその責任を追及をされ、そして再任であったりとか選任についての是非が議論される、当然のこととして株式会社として行われることになります。三谷秀弘君、今お答えいただきましたその株主会社におけるその責任の取られ方というのは、あくまでもその取締役としての地位を引き続き保持するか、それともその地位にいられなくなるかということに他はなりません。もちろん結果を出せなかった取締役には退いていただく、その限度での責任の取り方というのは当然ながら 株式会社ではありますけれども、それを超えて損害賠償責任の一端を担っていただく等々というのはなかなか現実として難しいのが、現在の会社法上の建前と私は理解をしております。ですのでですね、ぜひともご検討いただきたいんですけれども、今回の取締役の方々、選任される方々にはですね、すべての方に幾分かの出資金というものを出資を求めるべきではないかというふうに考えておりますけれども、その点いかがでしょうか。茂木経済産業大臣。いろんな形あると思うんですね。例えば企業でもストックオプションを持ったり、また出資をしてもらう、これは経営者だけではなくて、個々具体的な事業に参加される方にも、私は先ほども大島先生だったかご指摘いただきましたけど、出資をしていただいて、そういった責任感を持っていただくということは必要だと思っています。それとですね、やっぱり何かの形で背任をやった、こういうことだったら当然それに対するですね、罰則であったりというものは出てきますけれど、経営として赤字が出たということだけでですね、その分を補填させてる、こういうふうには企業はならないわけですから、その点は同じような基準で考えたいと思っております。三谷秀弘君、いくつかやり方があるというふうなことでございますから、ぜひともですね、その一つの、方法として出資を求める、例えば100万でも200万でも構わないと思うんです。その取締役として、報酬いくらいただかれるか分かりませんけれども、そういった自分の身が、この自分が出した金額がこれ削られるということを避けたいと思うのが、それはもうその金額の高にかかわらず人情でございましょうから、ぜひともですね、そういった方法も含めて、考えていただきたいというふうに思います。続きまして、いわゆる、この官民ファンドというふうにな名称が適切かどうか、これは分かりませんけれども、しかしながらこういった機構というもので必ず出てくるのが、公務員のいわゆる出向や天下りの問題です。そういったものというのは現在どのようにお考えでありましょうか。茂木経済産業大臣。官の側から働きかけてですね、天下りをすると、こういったことはいたしません。その上でですね、機構の経営陣、適材適所で、どういう方を使っていくかと、お考えになる中で、例えばですね、公務の経験を持つ人、人材が、業務遂行上必要と、判断された場合にはですね、機構の、意向をですね、踏まえて、国家公務員法、また官民交流法に基づき、検討することはあり得ると思っておりますけど、いずれにしても、いわゆる天下りとかですね、そういった形を取るつもりはございません。三谷秀弘君。ぜひともですね、そこはもう理科に冠を正さずという言葉もあるわけですから、ぜひとも明確に、そういった出向ですとか天下りというのは、行わないというような禁止規定というものを、内部の基準でも構いません。そういったものを設置していただくということもですね、考慮要素に加えていただきたいというふうに考えております。この、クールジャパン、推進機構法案につきましてはですね、私もずっと、一貫して、弁護士といたしまして、コンテンツ振興の立場から、仕事をさせていただいてまいりました。その意味では、こういう500億円というものをぜひとも有効に使っていただきたい、その予算を使うということであればそうであるというところではございますけれども、今のそのファンドのやり方、その立て付けというものには、必ずしも、それが有効に使われきるのかと、人材の育成という観点から、まだまだ、考慮検討が足りていないのではないかというようなさまざまな懸念があるということを申し添えさせていただきまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。